出たよ iPhone。 また録画されてなかった。録画と停止が逆になるんだよ。またやっちまったや。また録画されてなかった。まあ、最悪だよ。もっと分かりやすくしれや。録画とは、録画と停止、こんなん分かるわけねえだろ。何回ミスってんだと思ってんだよ。お前が悪いとかなんかめっちゃ批判されたんだけど、これ絶対アップルが悪いよ。ふざけんなマジで。チチチュイン。あー、データが消えた。データが消えたと取れてなかった。何がしたかったかっていうと、ここにね、ここを折れたって言ったでしょ、爪が。だからこのシール材で埋めようと思ったんだけど、まあ最悪な状況になったわけですよ。やらかしまったよ。そのシーンもしかも撮れてないし、うわもうやめときゃよかったわ。マジでこんなこと、マジ汚いわ、マジ汚い。うわもう新車なのに最悪だよ。こんなのと雨漏りした方がまだマシだったわ。こんなんで本当に雨漏り防げるんかよ。防げるかどうかも怪しいのに、もうマジ汚くなった。もう最悪すぎる。まあ最大の失敗は黒にしたことだね。透明にしとけばさ、透明だったらまださ汚れ目立たんかったけど、黒にしちゃったからな、余計あらがみだった。最悪すぎるな。ごめんなさいね、いきなり切れるところから始まってしまったんですけど、今日のサブチャンネルはあのメインチャンネルでやったのカーナビ取り付けてミスったところの修正、ここですね。もうやっちゃったんですけど、この蛇腹のところの爪が折れて、そこから水が入るというね、ご指摘がめちゃくちゃあったので、シーリングをしようとしたら、まあ、失敗したという、まあ、でそのシーンは iPhone の録画と停止が逆になってる問題で、結局録画されてなかった。で完成形態はまあ一応綺麗に拭き取ったんで、見た目的には悪くはないけど、まあ、シール性能としてはまあ期待できない。でもね、実際はね、これ上だから関係ないと思うんですよね。こっちが折れてたらやばいかもしれないけど、上側が折れただけなんで、まあ大丈夫だと思うんですけどね。やらなきゃよかった、やらなきゃよかった。ということで今日やりたいのは、まあいろいろとね、こまごました DIY ですね。午前中にこれ買ってきました。まあ、近所ではないですけど、近所のホームセンターで、これは 910×1820 のパイン材か、パイン材の修正材、1枚6000円ぐらいかな。6000円を6枚、4万だったね。6000円以上するのか。それが6枚で4万円でした。本当はコンパネを買いに行ったんですけど、コンパネ今めちゃくちゃ高かったです。1枚2000円ぐらい、2000円超えてたから、2080円ぐらいして、コンパネ2080円もするの2倍ぐらいに上がってんじゃんって思って、さすがに買う気しなかったですね。コンパネってなんか結構ボロボロで、こことか逆立ってるし、表面もねちゃんと研磨されてないんで、それに2000円は払えんなと思って、代わりにパイン修正材を買いました。パイン修正材のいいのは、これ机とか作る用のね、まあ、仕上げ材なんで、あの綺麗にねちゃんと研磨されてますから、まあ、あとはね日さえ塗ればね机にできると。これ何のために買ったかっていうと、机ですね。まあ、要はこっちの部屋用ですね。今適当にAmazon で買った折りたたみの机を使ってるんですけど、さすがにちょっとあれなんで、ここにね 1,2,3,4,5 って感じで周囲をぐるって囲うように机を作ろうと思ってます。それ用ですね。でアトレーなんですけど、このね1820の板入るかっていうと、まあ、ギリギリ入ります。マジギリ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 で、で普通の、あのポジションだと入りません。普通のポジションだと入りません。ちょっとね全体的に前にしないと入らないね。まあ、これぐらい前なんで、この状態で乗ると結構足キツキツで、ここ当たりますね。ちなみにこれアトレーだからギリギリでやって、ハイゼップだとこれがねもっと薄いんですよね。運転席がもっとペラペラなんですよね。ペラペラでもう少しね余裕があります、ハイゼットの場合。その場合はハイゼットだと結構余裕で乗るらしいんだけど、アトレーとハイゼットの上位グレード、ハイゼットと上位グレードはこの椅子なんでちょっと分厚いんですよね。その影響でギリギリらしいです。あと問題はこれ下ろせるかな結構ね余裕ないんですよ、あれね、だったところ。あ、下ろせるか。あ、全然下ろせるわ。もう一個やりたいことがあります。まあ、あのカーナビの配線をきれいにしたいっていうのもちょっと思ったんですけど、まあ、今問題なく動いてるのに開けてね余計なことしてぶっ壊す可能性もあるんで、まあ、これは触らずにぐしゃぐしゃ配線のままでいこうと思ってます。何がしたいかっていうと、これです。これをね増設したい。シガーソケットね。なんでかっていうと、これファンがあってケツの下、まあ、背中から風が出るって装置で、なんでこれが必要かっていうと、まあ、皆さん知ってると思うけど、アトレってケツの下にエンジンがあるんですよ。す
ごくね、こんなとこにエンジンがあるって。でケツがマジ熱くてこれ買ったんですけど、これめちゃくちゃいいです。まあ、ケツの下にエンジンがある、まあ、車種じゃなくても夏とかこれ涼しくていいんですけど、まあ、シガーソケットが1個しかないんで、まあ、スマホを充電するとき不便なんでシガーソケットを増設したい、そういうことですね。で購入したのがまずこれ、これはあの純正のシガーソケットの後ろから分岐するってケーブルですね。まあカーナビの裏から分岐してもいいんですけど、あそこの線かなり細かったんでこれ以上分岐するのは危ないかなと思うんで、シガーソケットのところから分岐します。でこれが増設用のシガーソケット、いくらだったかな、1000円しなかったと思います。エーモン製ですね。でこの分岐のケーブルがやたら細いんですよね。やたら細くてあんまり電流取り出すと危ないなと思って、一応ヒューズ買ってきました。5アンペアヒューズ、5520で 60W か、こっちに入れるべきか。でもこれだとヒューズ切れた時めんどくさいから、やっぱりこの根元がいいっすね。これめちゃくちゃおすすめです。これ発光の電池式のね、ハンダゴテめちゃくちゃ便利よ。電池式ね、33電池で使えるっていうハンダゴテで、線がない便利さ半端ないです。まあ普通に使えるし、赤がプラスだよね。赤プラスだよな、さすがに。黒がプラスみたいなふざけた設計じゃないよね。鉛入りハンダだ。環境破壊もいいとこだけど、知るか。いや、普通のハンダがってのがいいかな。やっぱちょっとなんかパワー不足感は否めない。ああ、そうだ、収縮チューブ挟むの忘れた。エアコンがね、さすがにね、いくら断熱性が高いからといって、エアコン1台で部屋中は涼しくならないですね。空気って なんか熱伝導率が低いから涼しい風が熱伝導してってくれないんですよね。だから吉田の家って真ん中に中庭があるからさ、空気の流れめちゃくちゃ悪いんですよね。だからこういう作業部屋とかは全然涼しくならないです。やっぱりね、家の構造も重要だね、全館空調するなら。あと単純に照明とかでめちゃくちゃ熱くなる。思ってる以上に照明のね、影響でかいっす。このね、特にこの撮影部屋とか、天井にね、照明いっぱいついてるじゃないですか。今こっち側照明消してるからちょっとなんか薄暗いですけど、まあ普段の撮影ではガンガンに照明焚いてるんですけど、そうするとね、天井からめちゃくちゃね、熱気がね、降りてくるんですよね。部屋としてはなんかね、21度ぐらいまで冷やしても、ガンガンね、エアコンで。それでもやっぱりね、照明のね、熱気がめっちゃね、直接伝わってくるんですよ。上から降りてくるから。案外ね、冬の方が、ね、断熱性能が高いのね、いい理性を感じましたね。冬はね、こういう照明からの発熱とかが、プラス方向に働くんですよ。まあ、部屋が温まるからね。一方で、夏はマイナス方向に働くんで、やっぱりね、個別エアコンは必要ですね。全館空調にしなくてよかったなってマジで思ってる。結構全館空調にしたっていうね、ガチの全館空調ね、でガチの全館空調したって人もなんか YouTube とか見るけど、やっぱりね、夏とか暑いって言ってる人結構多いです。あと個別でエアコンの調整ができないから、例えば人がいっぱい集まる部屋とか、ゲーミングパソコンをやる部屋とかも、まあ、暑くなりがちらしいよ。でこの先端は中華製のマルタンシセットが良かったんで、こいつでこの圧着器が適合してるかどうか怪しいな。ちょっと一発空打ちしてみるか。大丈夫そうだね。よし。なんでカーナビの時にちゃんと束ねなかったかっていうと、正直さ、8時間も撮影してて疲れてたんですよね。結構ね、束ねるの好きなんですよ。束ねるの好きな吉田がやらなかったのはマジ疲れてて、もうどうでもよくなったんで、もうさっさと終わりたかったんですよね、正直。ちょっと後悔してるんだけど、でもやり直すのもね、結構リスクあると思うんですよね。余計なことして状況が悪化するっていうのはあるあるだからね。シガーソケットの裏を開けて差し込むだけ。まあ多分雰囲気的にここだな。こう口取った、ここからアクセスできるね。本当に後で分解しやすくていいわ。 N 版とかマジ硬かったからね。なるほどね、これだ、これこいつを間に挟むだけです。ちょっと撮影するの難しいんでパス。でもやばいよね、これ配線めちゃくちゃ太いじゃん。元の配線めちゃくちゃ太いのにこの分岐ケーブル細すぎるよね。絶対危ねえよね。
ょっとあんまり電気は使いすぎないようにした方がいいかもしれない。めちゃくちゃ細いもんね。一応側面から出しました。で配線はこのねマットの下を通してここに出しました。でこれにつながってます。ここでつなげてます。で元のところには USB の充電器をつけておきました。まあさすがにあの線細すぎるよね。で元のねヒューズボックス見たら15アンペアのヒューズが入ってるんですよ。15アンペアはあれ耐えられるとは思えないさ、細さ。やっぱりちょっと危ないんで急遽ここにつけたヒューズをここの大元のところに挟みます。ちょっと5アンペアだから、まあ、5アンペアはこれね調べてみると多分8アンペアぐらいまでしか流せません。10アンペア流せないですね。さすがに燃えるわさすがに燃える。こんなんでいいと思ったんかって言いたいわ。これめちゃくちゃ評価高いんですよね。なんかめちゃくちゃねレビューついて星5なんですよ。なんか100件以上レビューがついて星5なんですよね。まあ知らずに多分配線してるんだと思うんだけど絶対危ない。こんなにさ10アンペア以上流せるとは到底思えないもん。なんか団子みたいになっちゃったわ。最悪だわ。うわマジクソ下手くそだわ。もう見せたくないレベルで下手くそだけど、会社の見直しでハンダ付け作業をやって大量の不良を発生させてまた見直しをする羽目になった男だからね。今のはこのねここをつなぐ時のつなげ方が悪かったね。団子にしたのが良くなかった。電池でこんなもんやろうなんてのは無理だ。ちょっと見た目が悪いな。でもどうしようもないもんね。あんま見た目良くないな。買い直した方が良かったかな。ケチらず。ここが取れました。全然これね圧着の強度がないっす。あと長さが足りないんでここら辺の線をこれあれだねカーナビ取り付ける時に余ったなんかよくわからんコネクト、なんで余ったのかもわかんないんだけどこいつで延長するか。全然溶けねえわ。ゆふーいは全然違うね。おー全然違う。あ全然違うね。めっちゃ溶けるやん。あもうマジ全然違うな。もうね作業のしもうめっちゃ簡単やん。超簡単やん。なんだったマジで簡単やん。超簡単なんです。超簡単です。やっぱりね道具はこだわるべきだね。あのプロだったらその道具にこだわらなくてもなんとかできるかもしれんけど素人が安物を使えばより難易度が上がるわけですよ。なんでもそうだけど素人だから安物で十分だっていうのはね逆なんだよね。素人だからこそ高級品を使うべきなんだね。もう全然違います。これ何ワットなんだろう。70ワットだから。これ何気に70ワットあるんだね。普通のなんか安物のハンダゴテって30ワットだと思うんだけどこれ70ワットあるわ。小さいくせに全然違う。さすが70ワット。こんなの見てても面白くないでしょ。だから動画はもうここで終わります。あとはもう適当に設置しておきます。でもう一つやりたいのがこのリビングというかダイニングの照明ですね。これダサすぎるんでこいつを短くしたい。この長さを調整したいのとあと線を黒くしたいっていうのがあります。なぜかこれ白いんですよね。なんかダサいんでこの黒に交換したい。交換できるのかな。これね結構怖いんですよね。13万円ぐらいする超高級照明なんですよね。まあ多分こういうねペンダントライトの中では一番有名な照明かな。多分ちょっとね家を買おうとした人だったらこれ見たことあると思うんですけど、まあ、ルイス・ポールセンの PH5 っていう超有名な照明です。値段はだいたい13万円ぐらいですね。でも結構使っている人いるんですよねこの高級品。構造がわからんな、まあ、説明書とかないからねもう噛んでいくしかないんだけど、なんか星型が使われてるわ。うざい。分解させないためだと思うんだけどそんなことしたとて取ってたよ。分解するやつは分解するからさ普通にプラスにしてくれ。星型のうざいのはぴったりサイズじゃないとさはまらないんですよね。あこれ奇跡にぴったり。まあ一応こういう照明って長さを調整してくれるサービスっていうのがあるので別に自分でこんなことする必要性はないんですけど、まあ、どれぐらいが適切か分かんないじゃないですか。だからね標準サイズのまま買ったんですよ。で後で自分で、まあ、なんとかしようかなと思って半年ぐらい経って未だに何もしてなかったってことですね、まあ、結局めんどくせえからさ、ね、動画のネタにもしないとやらないんですよ。そういうことだ。ここで抑えられてる。だからここ六角か。今度六角か。うざいな。もういろいろ使うなよめんどくせえ。ぶった切ると通るかなこれ。あ通らねえしマジか。太さが合いません通りません。助けてください。マジで
あーちょっと太いもんなこっちのが明らかに。マジか、通らんじゃん。太さが違うよ。どうしよう、通らないよ。そんなことあるんだな。吉田さん悲しいっす、通りません。しょうがないな、諦めよう。いや線の太さ、外径までそんな気にしてなかったな。そんなシビアなことあるんだな。大体さ、なんでこの線白いのっていうね、疑問があるよね。本体黒いのにさ、なんで線白いねんって思うよね。そもそもね、そもそもこれを製造した会社に文句を言いたいわ。スーと、これもしかして適合してないのかな。適当に買ったのはあかんかったか。もう何でもかんでも適当に買うからね、よく調べず。マジでここだけで、このここの荷重で支えるってこと、さすがにやばくないか。それはこっちでもこうやった、こっちでもね、こういうふうにここに巻いてあったんですよ、抜けないように。そう、こういうことか。これで押さえろってことか。そんなシステムな。これでここで引っ掛けろってことか。まあ、確かにそうすれば直接圧はかからないですね。結束バンドのこの出っ張りで固定するのか、なんか違う気もするので、もしかしたら違ってるかもしれないね。なんか正解な方法があればコメント欄に書いておいてください。多分違うと思うんだけど、さすがにここで押さえるのやばいでしょ。まあ、こっちの方がマシだよね。まあ問題なくはつきましたね。線が黒くできなかったことと、あそこの部分のコネクタが本当にあれでいいのか、それはよくわかりません。コメントください、わかる人。あとちょっと短すぎたね。ちょっと短すぎたかもしれない。若干光源がね、見えるんですよね。ちょっと短く切りすぎたね。なんかね、あのね、電線のね、黒いやつで互換性があるのを知ってる人いたら、ぜひコメント欄で教えてください。そしてあの先端の部分、あの先端の部分はどうすればいいのか、それとももっといいのがあるのであれば、その型番を教えてください。あとそういえば、あの破壊したクリップの代替品手に入れました。あのコメント欄にあった型番を元に、 Amazon で在庫があったので500円だったかな。元の値段は100円ちょっとなんですけど、 Amazon って、まあ、送料がかかるんで500円ぐらいでした。で、3種類使われてるらしいんですけど、これしか在庫なかったんで、まあ、一鉢勝負でこれ買いました。見た感じは全く一緒っすね。なんかちょっと色が違う説、あれ、そうなんです。ここのやつがね、すぐ落ちるんですよね。なんか知んないんだけど、こうやって落ちるんですよ。ここのがね、落ちるんですよね。もうなんかスカスカなんだよ。ほら、これサイズが違うんだ。天井のやつはちょっとでかいんだね、一回り。これはね、Amazon で売ってないんですよ。このね、でかい方はね、売ってないんですよ。ディーラーでちょっとオイル交換するときに電話して取り寄せといてもらおうかな。さすがに無理だわ。モノタロウとかでは売ってるんですけど、モノタロウで売るとね、送料めちゃくちゃ高いんで、ね、で、最後にこの前サブチャンネルで注文した銀の盾の額縁が届きました。2個ね、1個1万円、2個で2万。あー、結構分厚いね。分厚くて意外に質感悪くないですね。ちょっとでかいね。ちょっとサイズがでかいですけど、これ何、段ボールで、この段ボールで厚さを調整しろってこと。せーの、じゃーん。おー、まあ悪くはないですね。いいんじゃないですか。明らかに高級感を増しましたね。なんかちょっと微妙だな。上も同じ額縁の方が良かったかもしれないね。最初からかけてんのか、吉田がかけさせてしまったのか分かんないけど、しょうがないんで、マジックで塗っときます。こんな感じです。以上です。